皆さんこんにちは、まいちくです。今日もドリスピー楽しんでいきましょう。いつもコメント高評価ありがとうございます。D1 コラボが終わって、今日からねまた新しくボスバトルがね始まりますが、今日ちょっとね先ほど動画を撮る前にお知らせがねどれくらい来てるかなという形で見ていったんですが、嬉しいね、とてもとても嬉しい内容のねお知らせが一つ来ていましたが、まあ、でも手放しで喜べないという感じでしょうか。皆さん一緒に見ていきましょう。このお知らせ、3月31日、車両の星7レアリティを開放というところで、これはねもちろん僕含め皆さんがね待ち望んでいたものですよね。この中身を少し見ていきましょう。3月15日のお知らせとでね、パーツサイズ上限開放の計画と、パーツサイズアップ強化の仕様変更について告知させていただきましたと。今後は先行してパラメータの星7開放を行い、星7専用の追加ドレスアップ要素につきましては、従来と同程度のペースで随時リリースいたしますということです。でここですね、括弧で今回は星7専用の追加ドレスアップ要素がある車両はございませんということですね。なので星7車両ですよね、星7車両開放されたね車両が、ここにありますね。 NSX の NC1 で、 NSXR の NA2 で、松風もですね、フェイタルスティンガーや、エボのネプチューン、そしてこの FTO のね、あの赤色のね暁でしたかね、車両ですね。そして、Z リスモの34、3周年記念の33など、まあ、グレイハンドとか、STI パフォーマンスコンセプト、サーバルキャット、赤獅子もね、80の赤獅子も星7開放ですね。で、このブライテストナイトですね、コルベットの。そして RT35、M5、アベンタドールもついに来ましたね。そしてバイパー、で、フォード GT、これヘブン&ヘルですね。そして LFA、そして無限 S2000。これらの車両が今回星7開放されたということですが、まあ、先ほどもね見たようにここでは、今回は追加ドレスアップ要素はないということになってきます。まあ先にね星7開放をしておいて、後々ねドレスアップ要素を少しずつ、まあ、星7開放されてきたくらいのペースでね、星7の開放された車両に対してのドレスアップ要素がボディキットであったりというものがね解放されていくということになるということですね。なので今回はね先にね星7のレアリティとしてこれらの車両を解放しましたという、まあ実際嬉しいね内容ではあると思います。そしてまあ追加ドレスアップ要素を、少しずつ待っていきましょうという形になっています。なので星7プラプラのね車両もね解放されつつあるのに、まだ星7が解放されてない車両もたくさんあるではないかというね、皆さんの考えに沿った、まあ、先にね星7レアリティを開放していくという部分では、運営さんが動いてくれたのかなとは思います。はい、それでは、今回のねメインというか、今日から始まったボスバトルについて、概要を理解しながらイベント注目車両や、仲間など見ていきましょう。その前にこの4月チケットオーダーというものも開催されているのでね、簡単に中身を見ていこうと思うんですが、こちらですね XD の、はい、インプレッサー STI の GC8、 これがね含まれているということです。そして今回先ほど見ていった、星7開放された Z34 ニスモですね、こちらの車両も含まれているということなのでね、ぜひこのチケット集めていきましょうという内容になっていると思います。それでは、今回のボスバトル、概要を見ていきましょう。謎の GR ヤリスを追え名探偵ナミコの帰還ということで、本日3月31日14時先ほどからですね、開催されました。4月13日22時59分までの開催となっています。エピソード追加はいつものようにレベル82からとなっています。昨日のね動画でも少し触れていきましたが、最上位ランキング報酬はこの GR ヤリスのファーストエディション RZ ハイパフォーマンスGXPA16 となっています。こちら星6で戦闘力574ということですね。そして上位ランキング報酬ピックアップゴールドオーダーの方では、待ち望んでいた方も多数おられると思います。このホンダシビックのタイプ R EK9 のハイスペック、
ワイルドウィングが出てきました。こちらは星6で戦闘力が571となっています。そしてランキング方針ピックアップゴールドオーダーで BMW の2002ターボ E20 ということで、戦闘力は星6で少し低めですが502となっています。はい、そしてこちらの注目仲間ですね、こちらもレアドロップという形でいつもの流れで設定してくださっています。闇金の阿久津は星3パワーということで、バトル勝利時に獲得できるコインが増加するということです。そして、死神のレイン、こちらはもちろん星4スピードでスーパーニトロとなっています。この阿久津もですがね、やはりこの星4スピード、高速なしでの加速ハンドに振られた、ステータスとなっているスーパーニトロなので、ぜひね皆さんゲットしたいこの仲間になってくると思います。はい、そしてピックアップゴールドオーダーの方では老兵の胸乗り星3テクニックで、効果はバトル勝利時に獲得できる経験値が増加する。そして極楽乙女のミクラ、これは星4ですね、でスピードスーパーニトロとなっています。それではいつものように、大事なボーナス効果の方も見ていきましょう。車両の方ボーナス効果台はやはり EK9 のハイスペックワイルドウィングですね、こちらが、100% アップということですね。効果台 100% アップとなっています。そしてボーナス効果中の方はこの BMW2002 ターボ E20 の方ですね、リアリティ関係なく、ポイント増加率 50% アップとなっています。そしてボーナス効果賞は、先ほど見ていた4月チケットオーダーの2社ですね。そしてそこにもう1台シルビア S15 が入ってきていますね。この3台がポイントアップ 20% ということになっています。効果賞ですね、まあ、これらはね4月チケットオーダーを少し貯めて、まあ、早い方はすぐゲットできる方もおられると思いますので、まあ、20% アップできる車両はね、そうですね、結構序盤の方に課金しなくても、まあ、ゲットできる車両が3台あるということになります。では仲間の方も見ていきましょう。こちらボーナス効果台はなくて中ですね、中は極楽乙女のミクラ 50% アップ。そしてボーナス効果小、ムネロリ、そしてレイン、そしてアクツ、この3人ですね。先ほども見ていったレアドロップでねゲットできる仲間もちゃんとねこのように2人設定してくださっていますので、無課金でもね、まあそうですね、車両と仲間合わせて 20%20% ということで最高 40% のボーナス効果はねついてくるという形になります。はいはい、ということで少し図鑑をね見ていくんですが、今回のね最上位報酬車両のねこちら見ていきましょう。星5ベースですね、なので星6で少し見ていきましょう。星6でのステータスが、高速3110、加速1713、でハンドリングが3215のニトロ3461ということで、これなかなかいいステータスですね。これに近い車両で言えば、直近で言えばあの D1 コラボありましたね、あの D1 の、RE アメミヤの FD が結構近いかな。ちょっと見ていきましょう。はい、高速性能が3196で加速が、1700割ってますね、1696で、ハンドリングが3284ということなので、まあ一番直近のねなかなか速いとねされる車両と今比較していますが、皆さんどうでしょうか。今回のね最上位報酬車両として設定されている GR ヤリス、まさに最上位報酬としてふさわしい車両ではあると思いますが、これはねやはりガチで取りに行く人おられると思います。また今回出たねあのハイスペック車両の EK9、 あれもね皆さんしっかり、図鑑でね見てみるのもいいかと思います。それでは撃破報酬とねランキング報酬、こちらもねいつものように見ていきましょう。いつものように4月イベントチケットですね、そして今回はこの S15 シルビアがね配布されるようです。でガソリンタンクとか、ありまして、で30万ポイントでこのゴールド200ゴールドをいただけて、それ以降は1万ポイントごとに10メダルということですね。
これはいつもと変わらないと思います。それではこのね大事なランキング報酬を見ていきましょう。中間ランキングもねいつもと同じように、順位に応じてプラチケア、会社公開許可券、そしてメダルなどねいただきます。大事な最終ランキングは、最上位報酬車両のねこの GR ヤリス一体何位まででしょうか。はい、3000位までの方が、このね最上位報酬車両、GR ヤリスをゲットできるということです。そして3001位から5000位の方がこのね今回のシビックタイプ R EK9 のワイルドウィングゲットできるということですので、まあ3001位以降でもね5000位以内に入ればこのシビックハイスペックがゲットできるということです。そして5001位から7500位はこの BMW の2002ターボ E20 ゲットできるということになっていますので、今回のイベントにおいては1位から7500位までの方が3種類のね車両いずれかゲットという形になっています。先ほども見てきましたがこの GR ヤリスねスペックステータスねとてもいいものでしたね。なのでガチで走る方ぜひねゲット頑張ってください。はい、ということでとうとうね星7開放車両がたくさん出てきてとてもね嬉しいお知らせもありました。そして今回の最上位報酬車両のね GR ヤリスですね、あちらもとてもいいステータスとなっていました。そして7500位までの方が、イベント車両をゲットできるということですので、昨日もお話ししましたが確かにね D1 コラボはじめ、連戦で、イベント続きでね皆さんお使いのところではあると思いますが、魅力的な車両もねこういう風にどんどん出てきていますので、まず何より無理金でねそして楽しみながら、今回のロスバトルも走っていきましょう。ということで、皆さん今日も最後まで見てくださってどうもありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあまたね。